皆さん、ヤマトくんチャンネルいつもご視聴ありがとうございます。今日はここでキャンプしてますキャンプ場に行こうと思ったんだけど、なかなか時間が取れなくって、急遽っていうか今うちのリビングはキャンプ場化してますソファーとかね、いらないもの全部処分して今何にもないの。それでちょうどいいんじゃないっていうことで、このキャンプ用のね、テーブルとか、なんていうのこれ、椅子、うん、これを購入したので、これ使っちゃおうかなと思いまして、室内用にね今下ろしましたね。いるとこないんだね、ヤマトね。どこにいていいか分かんなくてね、ほとんどママのお膝にいるんですけど、ここで今日はキャンプ飯してみようかなと思います。ちょうどねリタイムさんのバッテリーがあったので、このバッテリーまだねうちで使えそうな電化製品があったので、それを使ってここでリタイムさんのねバッテリーの威力を確認しながら、ちょっとキャンプ飯楽しみたいと思います。この間ねいろいろ作ったんですよね、リタイムさんのやつ作ってね検証したりしたんですけど、その時まだ 1% ぐらいしか消費できなかったので、今日また違う電化製品を使ってどれぐらい消費できるかななんて思っております。この 99% からねまた今日は使い方をしていきたいと思っております。今日ね使うのはこちらの何ポット、電気ポットになるのかな、これ調理もできるポットになってます。これがちょうどね700ワットじゃない600ワット っていうことなので、これも使えるはずなのでこれ使いたいと思います。それでねちょっと今日作ってみるのはね、これでカレーに挑戦したいと思います。これでカレーなんて作ったことないんだけど、ちょっとね煮込みもできるということだから、カレーも作っていけたらなと思っております。じゃあこれちょっと電源入れて、よいしょ、はい、じゃあこれ電源の方入れてきます。はい、電源入りました。600になった、本当に一気に600になるんだね。じゃあまずねお肉の方から炒めていきたいと思います。今日はね鶏肉使います。うん、あ、すごいね、結構割り切って、うん、思ったより。カレーはね豚より私鶏の方が好きだな。エビとかね、そういうの入れても美味しいけど、どれぐらい今日はね減るかね楽しみだね。いろいろこの後ねまた焼肉したりね。じゃあねちょっと煮詰まるまで、せっかくだから楽しみましょう私はオールフリーだよノンアルです。ノンアルも久しぶりだな。この間のトモチャンネルのさ、スティッチ号のさ、オフ会、あの時ちょっと、うん、日本酒美味しいと思って久しぶりにさ、日本酒だのワインだのいただいて、でも思ったより久しぶりに飲んだ割には酔わなかったかもしれない。はい、じゃあいただきます。グラスがちっちゃかった ちょっとね、これこの容量にはね多かったかもしれない。
菜入れすぎたの本当はね、蓋したまま煮なきゃいけないんだけどさ、ちょっと不安があるから、このままじっくり待たなきゃいけないのか。うん、こっちね、1合分のご飯仕掛けてきました。全体もね、使った炊飯器になります。この炊飯器もね、同時に使えるはずなんですよね。210ワットですから、これね。カレーを作りながら、じゃあこちらの炊飯器の方も使ってみます。よいしょ、スイッチ入れて炊飯オン。830両方、はい、カレーの方もね、今沸騰してきております。同時にね、調理用のクッカーと炊飯器使えることができました。すごい便利ね。中辛なんだよね、一応。豚肉が切れよ。ダマにならないっては言うけどさ。ね、うん。多分固形じゃないからね。うん、やっぱり半分ぐらいじゃ薄い感じ。カレーつったらやっぱあなたはご飯派だもんね。いや、うどんでも構わないけど。私はね、今日はうどんを食べたいと思う。これ煮込むのに温度調整はないんでしょ。温度調整ないね。食べないかな。ちょっとね。でももうほとんど完成してるから。そうだ、2、3分でいいのか。うん、全部野菜も火通ってるし。ワット数も少ないしさ、そう、600ね、ね、うん、キャンプグッズにこれもいいよね。こういうさ、これニトリだけどキャンプグッズっていうか、こういうワット数の少ないの割と電化製品いっぱい売ってるよね、ニトリとかね、ああいうディスカウントショップの方が。電気屋さんなんか行って本格的なね、お鍋とかさ買っちゃうとあれだけど、まあこれも売ってるんだろうけどさ、なかなか見つからない、ね。うん、安いしね、今特にニトリ安くなってるから、うん、今日までかな、ね、年度末のセールとかやっててね、ちょうどタイミングいい時にね、うん、みんな購入できたので。あれ、これスイッチ切れてない？切れてるよ。もう切れたね、もう。いや、あなた触ってない。ああ、ついてる。違う、ついてるよ、うんうん、今もう保温状態になってるんだよ、とだったんだよね、なんか温度がいきなり弱くなったもんね。もうカレー完成です。カレーは完成。今動いてるのは炊飯器だけどね。はい、この状態で今度焼肉、カレーが完成したのでプレートの方を使います。ちょっと増えた、
ったり弱くなったりするんで。うん、大丈夫だと思うよ。これで炊けてると思うよ。だってちゃんと油煙も出てるし、だからインバーターがねちょっと止まったりついたりするから音がね出たり、うん、低くなったり高くなったりしてるけど、まあね、97% になったね。やっぱりさ、このプレートとかは結構使うのかもね。でもこの、ね、ミニプレートもキャンピングカーの車の中でもさ邪魔にならないし、ちょうどいい大きさだよね。ガスばっかり使ってプレート使ってたから、ちょうど手頃の大きさだしね、ワット数も少ないから、あの、ね、ポータブルの、ポータブルのカセットガス切れた時なんかも使い勝手いいし、めんどくさくなくていいよね、やっぱりね、電気だとね。こういう組み合わせ、やっぱりこの3点セットいいんじゃない？タレ何にする？おろし、私はおろしの方が好き。はい、はい、どうぞ召し上がれ。どうしたの？はい、中の部分はないよ。待ってて今、うん、ね、すごい美味しそうに焼けたね。はい、私はおろしのタレでいただきます。いただきまーす。おいしい。さっぱりしたい。おろしの種がやっぱりいいよ。待って、今フーフーしてあげるから。じゃあこれ大和の分ね。フーフーね。うん、かましとくから。ちょっと待ってて。はい、あとね、蒸しタイムになりましたね。あと3分でご飯の方炊き上がります。はい、じゃあね、お肉の方どんどん召し上がってください。冷めたかな、トマト。はい、どうぞ。ジャーキーだ、ジャーキー。ちょっと硬く焼きすぎたかもしれない。よく噛んで食べてよ。はいよ。はい、終わり。ごちそうさま。ご飯炊き上がったね。完成。なんとこれね、炊きたて美味しいんだよね。本当にこれ美味しく炊けます。おすすめの炊飯器です。1食分ずつ食べるのにはちょうどいいよね。1合です、これで。はい、カレーもできてるし、ご飯食べるならいつでも OK だよ。とりあえず少しあげるね。よいしょ。ちょっとずつ食べてください。私もちょっとだけ食べようかな。この後あるんだけど、
リフェラさんちの。こんな味する。聞いてる。見た目より見た感じは甘口カレーみたいに見えるけど、うん、中辛だ。聞いてるスパイスが。やっぱりちょっと今まで食べてたカレーと違う感じするな。何？お肉催促してもあげないよもう。お腹壊したら大変ね。ここであんまり食べないから食べ慣れないからね。何でも食べたがるから。ダメ。さすがに3つ同時には無理だけどさ。ちょっとずつ、2つの組み合わせ、これとこれとか、これとこれとか、これとこれってね、最初これ同時に2つ動かしたでしょ。これとこれは無理だよ。あ、これとこれはダメなのか。ちょっとオーバーしちゃう。オーバーしちゃうんだね。だからこれとこれか、これとこれか。炊飯器との組み合わせだったら大丈夫。炊飯器がね、思った以上に電気食わないからね。今も保温になったままになって、保温にしておいてあるけどさ、ほとんど使ってない。ねえ、これだけ使ってさ、飲んだくったしてさ、 2% ぐらいしか使ってないってすごいね、このバッテリー。わかんなんない。ボタン電源なんてさ、あっという間になくなってきちゃう。ね、大きいもの使うからかもしれないけど、うちはポータブル電源はあのエアコン、車の中のエアコンがね、夏場足りなくなったりして、その時に使ったりするけどね。だからこのポータブル電源から電源取れる内部のコンセントっての、内部入力の、外部電源じゃなくて車の中でね、ポータブル電源の差し込むと車の全部の電源使えるっていう、外部電源差し込むと同じようにね、ポータブル電源から今取れるっていう車増えてきてるみたいだから、あれ いいよね、あれね、欲しいよね。車も徐々にね、新しい車絞ってきて買い替えに向けてやってるんですけど、なんせ引っ越しがねこんな状態なので、メールイベントだからね、あと2週間ぐらいかかるから、この生活していかなきゃいけないから。食べ終わったのでカレーうどんにしておかわり。最後にあなたのとっておき。鶏皮好きだものね、あなたね。これ、ちょっと油入れた方がいいかな、入れない方がいいかな、どっち。でも油ちょっと入れないとあれだと思うよ。あのオーブンだったらいい、あのすごい油が出るけど、焦げちゃうかもしれないから、ちょっと自分のお好みの味。食べないの？私はカリッカリに焼いたら食べる。カリッとお供するぐらいに焼いた。
くいただきました。ごちそうさまでした。食べたよね。はい、リタイムさん、今回はご提供いただきありがとうございました。今日も美味しくいただきました。防災対策としてね、太陽蓄電池としてもこのバッテリーっていう本体が1個あるだけで、こんなに使用使用価値こんなにね使用価値があるとは思いませんでした。今回ね提供いただいたということで、こういった紹介ができて感謝しております。また次機会がありましたらよろしくお願いします。